お、俺がキラーの時にうまくタックルでブロックしてきた人や。このメグは昨日の敵は今日の友やな。また明日は敵やったりするけどな。おお、呪いのトーテム近。いや、やっちゃえ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 。俺がええの？じゃあやる。狩りの興奮ついてる、やばい。怖いよ。やらんかったよかった。キラーに通知がいってる。ハグー。まあ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 、ハグ。おお、よいしょ。どうしよっかな。まあ多分まだその狩りの興奮の通知を見て一目散に来たと思うから、罠とか全然置けてないと思う、おそらく。あ、おじいちゃん。え、大丈夫かな、やって。やろうか。んで、狩りの興奮があるということは他にも、呪いのトーテムがあるはずやけど、まあ、破滅とかは、まず間違いないと思うけど。回るか。罠の準備をしてるやろから、序盤にトーテム探すなり発電機処理す、ん？よう見えたな俺。うわ、びっくりした。びっくりした。これよっ。あ、普通に超えてくる。あー、やってまた。一発もらうか。もらわない。オッケー。いた。んー、どっち？ちょっと待って。カメラが、カメラが切り替わるから。ちょっと待って、ごめん、めっちゃ板使った。引っかかった。そうか、カメラワークは強制的に変わるんか。ちょっと待って、それだけじゃない。やっぱりなんかおかしいと思った。ラグイ。それだけじゃなかった。ワープさせられた。うわ、スプバ来た。スプバ来たんやったら窓枠使わん。よっ。くっそ、なんやねん。呪術の幅広がっとるやないか。よ、時間を戻したり飛ばしたりできる能力手に入れてるやん、ハグ。怖っ。呪いのトーテムの横に罠が置いてあるなんて、当然気をつけるべきこと気をつけられてなかった。こう言って、よし、よっ、はあ、よかった。お、今の帰ってこようと思ったらこれ出たでしょう。どこどこ板使ったかも覚えてない。まあ結構頑張ったな。もうお暇をいただいてもええかな。見つかってる、これ見つかってないな。
よし。あーびっくりした。強制的にカメラワーク変わるのと時間戻されるのは参るな。よし、怖いからしゃがんでいこう。よーし、これでパーク2つ死んでるわけやから、まあまあいけるんじゃない。確かハグの罠は強制的にそのバーンって出てきた方を向くんじゃなかったっけな。ん？今見えたのは？人か。ふう。俺もよくやるけど、呪いのトーテム壊して安心してるところに最後ノーワン出てくるっていうパターンがあるから、まあそれは怖い。あ、しまった、立ち上がったことだ。まあええか、今チェイス中や。死恐怖症か。これで3つ目のパーク。ノーワンかな、ノーワンつけるかな。いやー、あるかもしれんな。チェイスしてんな。なんか3人ぐらいでやってんな、あれ。一応壊しとくか。これ光の関係で呪いのトーテムに見間違うやつな。よし。さあ、発電機あと1個。なんかまあいけそうではあるな。うん、あそこに1個。あそこに1個。あ、ボカーンって言うてるな。くそ。あ、そうか、今のうちにボンボン言わすか。書いてる書いてる書いてるな、書いてるな、書いてるな。多分向こう側の発電機はそろそろ、マジか。うわー、くそ、バーン。わあ、やばい。よしよしよし、治った治った。俺ももうこれ無理やな。誰か近いけるかな。ノーワンかどうかが今分かったはずやんな。ノーワンじゃないよな。オーケーオーケー、救出してる。よしよしよし、うまいうまいうまい。ちょっと待って、あーやばい、救出した人が気づいてない。マジか、今の馬人を抱えて段差飛び降りながら攻撃した。うわー、今のかっこええ。やばいやばいやばい。いやー、今のはファインプレーやなー。今のはファインプレーやわ。どうなるかな。あれは何やってんのやろ。もうなんか出口で普通になんかアイテムの受け渡しとかやってない、あれ。
もうもう助けに来そうな感じないな、あの感じないな、あれあれないな、あれないな。あ、そうかそうか、鉄腕やね、ゲージ赤かったし、絶対助けに来へんわあれなんやねあれ、何やってるか気になるわ。お、でもいや違うわ、絶対けえへんわあれまあもがいてポイントだけもらおう。うわー、ロッカー入って出たりしてる。もううわー、もうなんやねああいうのやるやつ、勝ちが決まってから生きり出すやつ。ロッカーの扉おかしなって一生出れんようになってほしいわ。はあ、まあいろんな人がおるっていうことですよね。うん、ロッカーの扉のとこにあの缶抜きをガンって入れる技あればやろいな。いやー、今のはもう抱えジャンピングスラッシュを決めた、もうハグのファインプレーですよ。いやーもう、うわー、はいゴミ2人、はいゴミ2人、死ねーよ、死ねーよほんま、ね、一応良くないやつやったって俺がじゃあ言うといたろう。スポーツマンシップに反する行為な、やっといたろう。うわ、めっちゃ可愛い女の子のアイコンや。嘘つけ、お前はブスじゃはあ、いやありがとうございました。ああいうゴミみたいなやつはいますけどね、こういうのに当たっても気にしないようにね、キラーの人は。お疲れ様です。